ヤッホー、おはようございます、こんばんは。トゥーンタウンに来まして、ハロウィンのスペシャルセットを買いました。こちら何だっけ、エビカツバーガーですけど、このハロウィンのデザインされたエビカツバーガーで、中身ちょっとこんな感じでハロウィンのデザインがパッケージにされてまして、で、中をちょっと見ていきますと、エビカツバーガーやからエビカツ屋に行くと、このよいしょ、周りのパン、あ、ひっついてる、やばい、周りのパンがこんな感じでハロウィン顔みたいな感じで、あ、ついた、後ろもこんな感じ、まあ、中は普通のエビカツですけど、今日は麺入ってないよ、はい、エビカツだけという感じで、いただきます。美味しい。あ、写真中華、アリミニーさんにアリ乗ってるっちゅうね。やばいな、ここも結構アリのエリアかも。エビカツのエビが意外とエビエビしてて美味しい。パンがこれパンプキンシェイプやけど、パンプキン味ではないな。これが濃厚なかぼちゃの味してたら俺多分食べられへん。ソースが何かな、ソースよう分からへんけど、ソースなんやろ、マヨネーズ的なっぽい気がしないでもない。アリマジすごいな。ということで最後の一口、ハッピーハロウィン。逆に突っ込んでしまった。何してんの俺。アイスコーヒー氷なしです。で、付け合わせのポテトです。そして今回はなんとドドン、ピント、多分レギュラーメニューっぽい、ミニさんじゃないレモンクリームレモンパイを買ってみました。で、これがフォークがついてるんで、フォークで食べるんやろうけど、これサクサクかな。フォークいるか、まあいいや。じゃあいただきます。まずはこのミニさんのリボンから。今日のこういうやつ、写真撮っとかな。リボンからピント、ハッピーハロウィン。これさ、これほんま切れんの？結構硬い。お、切れた。すげえすげえ。別に驚くことでもないけど、ちょっとこういうやつの断面図も写真撮らなあかん。よいしょ。忙しい。携帯が落ちた。いや、このフルーツ的な、このフルーツ的な見えへん。このフルーツ的なやつでなんか上にかけんのこれ。例えばこうやって。こんなん落ちるだけやん。いただきます。ハッピーハロウィン。美味しいけどフルーツいるか。なんかレモンパイやから十分これだけで酸味あるしさ、あえてフルーツ入れる必要あるのかな。ディスるなっつうね。はい、ハッピーハロウィン。こんな感じね、フルーツのして、はい、ハッピーハロウィン。結構サクサク切れるけど、このフルーツやったやっぱ邪魔や。こんな感じでピント、はい、ハッピーハロウィン。一回フルーツなしで食べてみる。フルーツなしで食べたらどれぐらいこのレモン的な風味が出てくるか。ちょっとも結構こっついてんねんけどな。うん、ちょっともっさりしてるからちょっとレモンもっさりしてるかな。でも美味しいけどね。美味しいねんけど、こうアリが多い。関係ないアリ多い。さっきからめっちゃたかってる。カメラにもいっぱい登ってきてんの。カメラ何も美味しいないのにな。はい。最後の一口チャイク。はい。ハッピーハロウィン。はい、というわけでハロウィンのスペシャルセット、グッドタイムカップグッドタイムというわけでハロウィンのグッドタイムカフェ、もう一回というわけでグッドタイムカ、もう一回、はい、というわけでグッドタイムカフェのハロウィンスペシャルセットをいただきました。あ、そうや、これここではこういう感じでもう一度下がってランチケースが買えます。ランチケースもらえます。これはまあ僕のちゃいますけど、という感じでした。はい。ハッピーハロウィンバイナル